here. ロヒンギャ族の人身売買をめぐり、タイ南部に来ています。ここは、多くのロヒンギャ族がタイに上陸したとされているラノーンに近い、入江です。私から向かって右側の方に行きますと海がありまして、その先に母船が止まり、そこからこういう小型の船を使って、ロヒンギャ族がタイに上陸しました。今回、タイ南部をめぐり、ロヒンギャ族の人身売買の実態に迫ろうと思います。今タイ南部のソンクラー県の山の中を歩いています。ミャンマーから流れ着いたロヒンギャ族が囚われていたキャンプに向かっています。着きました。ここがロヒンギャ族のキャンプのようです。เสียใจมากที่สุดเลยคือพี่น้องเราชาวโรฮิงญามาที่ประเทศไทยแล้วก็ตายมากมายพี่น้องโรฮิงญามาอยากตายที่นี่อีกเลยอย่าให้มาที่นี่อีกนะพี่น้องครับอาโยโกย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 まあ、あの山の中を歩いて5分ぐらいのところに、こういった穴が、20数箇所、開けられています。でこれは、ここで亡くなったロヒンギャ族の墓でして、5月1日に、ここに、村人と警察が来た時には、ここに遺体が置かれていて、その上から竹で、カバーがして、ありました。26の遺体のうち、24が、大人の男性で、残る2つの遺体が、女性だったそうです。تو خزانه رو شماره داشته نه آه خیلی هنده آه با تو باید تایپ هنگی Tolong tu dah, mama. Kalian warganya, makasih orang.